よっしゃロッカールームであったりお風呂場とかで結構僕がいつもやってるストレッチっていうのは、まあ主に2つあって、ほぐすところが、まあ、肩甲骨、あと腸腰筋、この股関節周りですね、この辺を結構ほぐせば、まあ、自分のスイングのパフォーマンスが結構出せると思ってるん で肩甲骨っていうのはもう本当に自分で何をするってわけじゃないんですけど、もう暇さえあれば僕結構肩甲骨をストレッチしてるんで、本当に両手を広げてこの前あの後ろ回しやったり前回しやったりして、であとはもう自分で肘をつけてちょっと上に前後にやったり、前回し10回やって後ろ回しやあの10回やって、で少し大きくやってとか、はい、まあ、本当にもう自分で肩甲骨を動かすようなイメージですね。肩甲骨をちょっと閉じ開いたり閉じたりっていうようなイメージで、まあ、あとは本当に肘を自分でこっちに抱えたり、まあ、今結構もう軽くやってますけど、しっかりほぐしてきたらもうこの肘がこっちに当たるぐらいはしっかり、であとはクラブ1本使ってこの肘をテイクバック上げた時に結構右肘が畳みやすくなるんで、はい、これをしっかりと両サイドにしっかり自分で右手でこのしっかりテンションをかけてますね。やっぱりアマチュアの方ってここの肩甲骨が可動域が狭くなるとテイクバック上げた時にどうしてもこう割れてしまうんで、これをなくすようにテイクバック上げた時にしっかり肘が下を向いてくれるように、まあ、この辺のこういったストレッチも結構してますね。で腸腰筋っていうのはこの股関節の付け根ですね。これはいつもお風呂場とかで自分で一回長座の姿勢になって片足抱えてなるべくまっすぐで、これで足をもうこの腸腰筋ってこの足の付け根から上げるような感じですね。つま先を開いてやって、はい、次閉じてやってっていうのを、まあ、前後10回ずつぐらい、これをやることによってテイクバック上げた時のこの股関節の入り方が、テイクバック上げた時にやっぱり飛ぶ選手っていうのはここから少し沈む感じがあるんで、でそこから伸び上がる感じっていうのはこのストレッチをするとすごく入りやすくなるんで、いつもここをストレッチしてますね。